はい、じゃあ、今日はですね、急遽入ってきたニュースっていうことをちょっとお届けしたいんですけども、なんとですね、日以降ですよ、こちらがですね、ずっと不祥事、ずっとって言いますかね、ジェネリックのね、製薬会社なんですが、そのね、製薬プロセスでね、まあその不祥事があって、それを隠していたということで、バレてですね、行政指導を受けたりということで、かなりね、業績を悪化させていたりとか、信用そのものですよね、を失っていました。 で、これってね、今日出たニュースですよ。指摘整理の,の事業再生を検討したっていうことでね、えまだこれね、えー、出てきたばかりなのニュースなんですけども、えー、早速ね、日以降はね、えー、今日の報道についてということで、えー、我々はね、事業再生についての報道については、えー、まだ協議を行って、えー、その検討の一つとしては考えていますが、えー、事実ではありません。 まあでも大体こういう時ってね、こういったプレス出るんですよね。その2日後とか <laughs>、あの、には、え、それをやりますっていう結構報道ってますかね、プレス正式発表がされやすいんですが、これ読めるが突っ張るいたんですね。あ読めるが突っ張るいた。大体こういう時に日経新聞がすっぱ抜くんですけども、突っ抜くっていうのはね、えー、リークですよ。どっかのリークをね、えー、得て、経営陣とかね。 まあその自分たちの独自調査からね、えー、レオパルスの時もそうあれもリ,リークですよね、どこも出ていない情報を自らの調査、あとはね、発信源から得て、えー、世の中に伝えることをリークっていうんですけども、こういった形ですっぱ抜いたのが読売新聞っていうのも興味深いんですけども、一応ですよ、 形式上、日以降は、まだ正式発表でもないですし、事実ではございませんということを言っていますが、果たしてどうなるのかなということで、今日取り上げたいなということでね、この後チャートをちょっとお見せしますが、ま、とにかく暴落はしてますよ。で、ま、事業再生ね、 僕もこのね、23年間相場やってますから、もう何度も何度もありますよ。もう倒産もありますしね。倒産中大体高田とかね、第一中央汽船とか、まあこのあたりですよね。それからもう名前忘れちゃいましたね。あとはなセブレブにね、九州合併された会社があるんですけどもじ、なんだっけな、カタログ販売の会社ですよね。あれもね、まあいい、分かりやすく言うとあれも倒産ですよ、倒産。 まあそういった形でね、えー、数々の倒産を経験してきましたが、えー、今回ね、えー、事業再生っていうことなので、一旦上場廃止になるのかなちょっとまだね、スポンサーとかの花合も出てきてないので何とも言えないんですが、まあ仮にね、えー、スポンサーが現れたとしてもお、今の株価で買い叩かれるということになるので、まあ どうなんですかねまあ、一旦上場廃止でし、になるのかなと思います。まずでも、日以降はね、えー、それは否定はしていますけども、まあ、僕の経験上、まあ、9割、まあ、この後にね、えー、正式発表みたいなことになりやすいです。絶対では、絶対ではないですけどね、もちろんね。ということでね、結構最近ね、でもこういった後発医療品メーカーの、まあ、不祥事ですよね。続いていますよね。小林火星日以降とかね。 えーまあ、この辺はちょっと上場非常情なのかもしれないですけども、まあ、ジェネリックっていうところでね、まあ、そもそもそのポリシーが、ジェネリックの場合はね、えー、自らの,そのお金をかけて医療品を作ってね、世の中に貢献していきたいっていうよりは、ジェネリックでどうお金を儲けするかっていうところにやっぱり寄っちゃってる、その社会理念とか企業理念ですか、企、え、業、ー、のフィロソフィーですよね、存在意義とかね、えー、そういったものがそっちに寄っちゃってるんじゃないかなと。なので あのー、まあ、お金を儲けるために、えー、我々のね、行動、企業としての、法人格としての行動が、えー、向かってしまっている、ということがあるんじゃないかなと思います。まあ、その結果ね、えーまあ、仮に日以降が、まだ分かんないですけどね、うん、まあ、こういった、えー、事業再生の、まあ、仮にね、その一つの検討材料になってしまったというのは残念かなと思いますね。 うん、ということで、まあ、株価はね、今日ストップ安ですよ。ストップ安も値がつかなかったっていうことでね、えー、大きく下げました。仮に、これがね、えー、明日も何かしらの情報、材料が出てこないんであれば、まあ、ストップ安継続になっていく可能性がありますよね。うん、まあ残念ですけどもね。まあね、日中降はね、えー、その一応、四季報さんとかね、えー、その業績発表の中では、市販機のね、 黒字化に向けて動いていたんですよね。だから驚きもありますし、じゃああの黒字化の発表であったりとかね、予測は何だったのかと思いますよね。まあだからそういったファンダメンタルズ分析っていうのはね、まあ大事ですよ。大事ですけども、当てにはできないですよね。結局、企業側の思惑であったりとか、そのコントロールがしやすいのでね、僕の場合はね、ファンダメンタルズ分析はも,もちろんしますし、いますけども、まあ財務は当てにならない。まあ 嘘も言えますし、わかりやすく言うとでしょ。企業側のコントロールの中でね、えー、操作もしやすいので、まあ4割くらいでしか、まあ自分の中ではね、えー、まあ当てにしていないですよね。あとは6割,6割は僕はチャートで考えています。チャート6割、えー、ファンダメンタルズ4割というのが僕のお分析。 あとはね、えー、そのエントリーポイントを考える上でのやり方になっていますね。まあ、こういった形でね、今日は日以降という一つの、ね、材料を扱わせていただきましたが、まあ持ってる人はね、えーまあ、かなりがっかりということになっていると思いますが、まあこういうことも起こりますからね。僕は第一中央規制の時はね、商船密輸が助けると思っていたのでね、あれ、確か商船密輸のね、関連グループ会社なんですよね。 だからね、えー、三井財閥が助けるだろうと思ってね、結構逆に下がったところをね、強気で買っていたんですよね。そうしたら、うん、確か800万から900万近くね、えー、それで溶かしましたね。高田も同じような形で、まさかの無借金経路の高田がね、えー、あんなことになるとは思わなかったので、600万近く、まあ、溶かした記憶があります。まあそういうものをね、乗り越えて、えー、株式投資家としてはね、賢く、そして打たれ強くなっていきますので、 まあ、えー、そういったことをね、えー、今回もし日以降ね、保有している人がいれば、えー、まあそれを自らのね、経験に変えて、より、えー、価値投資家としてね、自分を成長させていくきっかけにしてもらえたらなと思っています。僕も実は日以降ね、ダメージを受けます。受けますのでね、えー、皆さん持ってる人はね、一緒にダメージを分け合って、えー、ね、えー、まあこう、夜にね、お酒を飲みながら、 だこの野郎みたいな形でね <laughs> どこに当たり当てることもできないとね、こういった悔しさとかね。うん、だよ、もっとも頑張れよ、みたいなね。なんでだよ、みたいな。黒字化、もうちょっとで黒字化するじゃん、もっと耐えろよ、みたいなね。えー、いうことをね。まあ、一緒に管を巻きましょうということで。まあ、スポンサーとか銀行団含めてね、そういう方向に持っていかれたのかなとは思いますが、これもビジネスなんでしょうがないですけどね。うん、と思います。それでは今日は以上です。高速で。